はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ戦争でプーチン政権が勝利する可能性はほぼない。短期決戦に失敗し、長期化すればするほど不利になる。戦費コストが高じ、ロシア・プーチン政権の国際批判は高まり、経済制裁がもたらすロシア国民の生活への影響と、ロシア軍兵士の犠牲の増加により、厭戦機運は高まらざるを得ない。他方、ウクライナ側は国際世論の支援と、アメリカ、NATO 諸国の軍事・経済支援、高まる士気により抵抗力を増していくだろう。プーチン政権は最善でもメンツを保つ急戦に応じざるを得ないだろう。ロシアは経済弱体化と政治的プレゼンスの低下を余儀なくされる。他方、中国も不動産バブルのピークアウト、感染拡大による経済の減速、輸出先欧米での対中批判の高まりなどにより、経済情勢は困難化していく。国連内では、南アフリカやブラジルがロシア非難に及び腰であるが、そうした趨勢が力を増すとは考えにくい。ドイツの政策転換、フィンランド、スウェーデンの NATO 加盟以降など、自由民主世界のベクトルも揃っている。力による現状変更を許さない。世界秩序の再構築に向けて、かつてない求心力が高まるのは必至である。このように報道されております。で、こうした中ですね、現状、ウクライナ東部、そして南部、この情勢に注目が集まっているわけですけれども、そうした中、ロシア軍とウクライナ軍の戦力が拮抗し始めたのではないかという報道があります。現状ですね、ロシア軍はウクライナ侵攻に関しまして、特に今後のウクライナ東部の情勢ということを見据えまして、大体1000両ほどの戦車を投入しているとされますが、ウクライナ軍の戦車の数も他国から供与された数を合わせると約1000両弱はいっているのではないかという分析もありまして、そうした意味においてロシア軍、ウクライナ軍が拮抗し始めているという見方、分析があります。またアメリカ国防総省の高官によりますと、ロシア軍の戦闘能力は侵攻開始時の 75% とされまして、18日以降ウクライナ国内に展開するロシア軍の大隊戦術群の部隊ですねが全体で78軍になったとの分析もありました。で、その後ですね、アメリカ国防総省高官は21日、ロシア軍は大隊戦術群をさらに追加投入し、85軍まで増やしたというふうにしています。しかしやはりロシア・プーチン政権としても追加投入できる限界が現状ですね、85軍までのようです。これ以上増やすというのはなかなか厳しい情勢ということがあるみたいですね。で、こうした中ですね、やはりロシア軍というのは現状兵力不足ということと直面する可能性が指摘されております。米欧はウクライナへの軍事支援を充実させている。一方、ロシアは旧ソ連6カ国で構成する軍事同盟 CSTO に加盟するアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタンに兵器や兵士の支援を求めたが断られたという。同盟国に支援を求めたということは、兵器不足や兵士不足に陥っている可能性がある。軍事ジャーナリストのセラ氏はこう言う。CSTO5 カ国が軍事支援を拒絶したのは、今露骨にロシアを支援すると西側から経済制裁などを課される可能性があり、様子を見ようという判断なのでしょう。ウクライナには西側からの兵器供与が強化されますが、ロシアは自力で用意しなければならない。ロシアにとって兵器・兵士不足が戦争継続のネックになる可能性があります。このように報道されております。で、ここで可能性として指摘されておりますのは、5月9日プーチン政権がウクライナにですね、宣戦布告という形をとって、さらにですね、多くのロシア国民を戦争に参加させることができるような、国内の体制を作るということをするのではないかという可能性は指摘されております。そうなりますと、ロシア・プーチン政権としては追加できる兵士の数といったことは増やすことはできるかもしれませんけれども、それが実際ですね、ウクライナ東部などの戦線において即戦力として、あるいは部隊として機能するのかどうか、これはですね、非常に不透明だと思います。そうした意味合いにおいて、今後ロシア軍は戦力ということにおいて自利品になっていく可能性は高いように見えます。こうした中、ウクライナ南部で動きがありました。元の記事が英語で長文でしたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。南部作戦司令部によると、ウクライナ軍はウクライナ南部のヘルソン地域にある8つの区域の支配権を取り戻しました。ヘルソン地域では自称共和国を宣言するための偽の国民投票の前夜に、ロシア軍は攻撃を強めようとした。オレクサンドリブカとタブリアに進むロシア軍の試みは、ミコラーイウを占領する試みと同様に失敗したままでした。ロシア軍の攻撃は砲撃で撃退されたとウクライナ軍は記した。私たちの部隊は、ウクライナ軍ですね、は監視所の位置からヘルソン地域の8つの区域の支配権を取り戻したと声明は述べた。このように報道されております。で、ヘルソンの情勢に関しましては昨日もお伝えしましたが、やはりですね、このような報道を見てまいりますと、ヘルソン奪還へ向けたウクライナ軍の動きは強まっているというふうに見ることができるのではないかと思います。で、ウクライナ軍によりますヘルソンの奪還区域が広がれば広がるほど、ロシア軍の南部での情勢というのは不利になっていくということが考えられると思います。ですので今後、もしかするとロシアプーチン政権側によるヘルソンでの住民投票、そうしたことが行われるかもしれませんが、もしそうしたことがあったとしても、その後もヘルソンの情勢は変わる可能性があるように見えまして、注目していく必要があると思います。そして現状、ロシアプーチン政権はウクライナ東部でも大きな戦果を出していないという分析があります。元の記事が英語で長文でありましたので、僕の方で和訳を要約させていただきました。ご了承ください。ISW ですが、ウクライナ東部でのロシアの攻勢は決定的な作戦の準備に必要な一時停止、休止ですね、を取るのではなく、小さなユニット、部隊ですね、を使用して複数の軸に沿って分散攻撃を行うという、ウクライナ侵攻中ずっと行ってきたロシア軍の作戦のパターンに従い続けています。ロシア軍は4月24日、ウクライナ東部のセベロドネツク、ポパスナ・マリンカ周辺で数回の攻撃を行い、限られた戦果を確保しました。他方、ウクライナ軍は過去24時間にイジュームからスラビャンスクとクラマトルスクへの限定的なロシア軍の攻撃を撃退しました。このような分析、報告が出ております。で、この ISW の分析はイギリス国防省の分析とも一致します。イギリス国防省は25日戦況について、ロシア軍がドンバス地方の占領に焦点を移して以降、いくつかの地域で小規模な戦果を上げたとしつつ、物資補給能力や戦闘支援が足りていないため、まだ突破口を開けないでいるとしています。このように報道されております。ですので現状、ロシアプーチン政権はウクライナ東部、ウクライナ南部において、ヘルソンですね、をめぐりまして、ウクライナ軍の反転攻勢という情勢に直面している。そしてウクライナ東部ということにおきましては、かなりですね、進行の速度が、速いとは言えないですね、遅い、鈍化している。そうした中、ウクライナ軍によります反転攻勢を受けている、そうした情勢と直面しているように見えます。で、こうした中ですね、ロシアプーチン政権はウクライナ侵攻の出口戦略を描けていない、持っていない可能性が指摘されております。G.com ですが、侵攻継続以外の選択肢なし、支持率の低下懸念、プーチン政権。ロシアのプーチン政権は5月9日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日でウクライナ侵攻で得られた戦果を誇示する方針だ。だが独立系メディアはプーチン大統領の支持率を維持したまま戦闘を終結させるシナリオは現状では存在しないと政権は結論付けだと報じている。プーチン氏は内政上も侵攻を継続する以外ないと判断している模様だ。独立系メディアメドゥーザが22日、ロシア大統領府に近い複数の関係者の話として報じたところによると、政権内では数週間前から戦闘終結に関するシナリオが検討され始めた。しかし、プーチン氏の支持率低下を避ける出口戦略を見出せず、停戦交渉のための世論作りを放棄し、すべて成り行きに任せることになった。こうした方針に至ったのは、ロシアの中産階級の間では侵攻を支持する割合が高く、中途半端な形での幕引きで、不満が高まることを警戒したからだという、このように報道されております。で、もしこの報道が事実だといたしますと、このですね、すべて成り行きに任せるというのは、ある種衝撃的な方針でありまして、プーチン政権が出口戦略を描けていないということでありまして、こういう出口戦略を描けていないというのは、驚くべき方針だと思います。で、こういうですね、出口戦略を描けていない計画というのは、あまりうまくいかないということだと思います。そしてこうした中ですね、次のような報道がされております。イギリス国防省はロシアが国内向けに戦死者の数をごまかそうとしているとの分析を明らかにしました。イギリス国防省は25日、ロシアの国防省が戦死した兵士の家族への補償について、当局ではなく軍が取り仕切ることを提案したと指摘、これについて実際の損失規模を国民に隠したい意向を反映している可能性が高いと分析しています。ですので、こうしたニュースを様々、俯瞰的に客観的に見てまいりますと、ロシア・プーチン政権がこのまま成り行きに任せてウクライナ侵攻を継続すれば、ロシア軍の損耗は大きくなり、その結果、ロシア軍の戦力は自利品になっていく、そうしたことが予想されてくると思います。でですね、こうした中、ロシア国内の情勢に関しまして、次のようなニュースが報道されております。読売新聞オンラインですが、ロシア国防省の研究施設で火災、ウクライナ攻撃で使用のミサイル開発。タス通信によると、モスクワ北西のトベリ州にあるロシア国防省の研究施設で21日に火災が発生した。施設はロシア軍がウクライナ侵攻に投入している短距離弾道ミサイル、イスカンデルや防空ミサイルシステムの開発に携わっており、出火の背景に関心が集まっている。この日はロシア中部のイワノボ州にある大規模な化学工場でも火災が発生した。負傷者は伝えられていない。ロシア軍はウクライナと隣接する自国領がウクライナ軍の攻撃を受けたなどと主張してきた。だが21日の2件の火災については、ウクライナを名指しする声は上がっていない。このように報道されております。さらにですね、AFPG ですが、西部の燃料貯蔵施設で火災、ロシア非常事態省、ロシア西部ブリャンスクの大規模な燃料貯蔵施設で火災が発生した。同地はウクライナとの国境まで約150キロの地点にある。主要メディアが25日、非常事態省の発表として伝えた。報道によると火災が発生したのは、国営石油パイプライン運営会社トランスネフチのブリャンスク・ドルジバ燃料貯蔵施設。同施設はウクライナ侵攻作戦でロシア軍の兵站拠点の一つとなっている。今回の火災では、ウクライナ側による破壊工作の可能性を指摘していない。このように報道されております。で、さらにですね、一部報道なんですけれども、現状、ロシアのウスリースクの地元の空軍基地からは煙が見えるとの報道もあります。で、ロシア国内において21日に2件、そして25日にも1件、合計3件で、今後の詳細な報道が待たれますけれども、ウスリスクの空軍基地ということを含めますと4件、こうしたロシア軍にとって重要な施設などで火災などが連続で起こっているというのは注目すべきことだと思います。で、こうした一連のことはですね、可能性として3つ考えられると思います。1つは自然発生した可能性。2つ目はウクライナ軍側の活動。3つ目はロシア国内の反プーチン政権の動き。この3つがですね、可能性として考えられると思います。で、3件、ウスリスクの件を含めますと4件というふうになりますが、こうしてですね、立て続けに起こるとなってまいりますと、自然発生的な可能性というのは低いように見えると思います。で、ウスリスクの空軍基地の報道は今後の詳細な報道の確認を待つ必要があると思います。しかし、その他の3件の一連の火災ということに関しましては、ロシア側がウクライナ軍側の工作活動の可能性を指摘しておりません。ですので、こうなってまいりますと、可能性としてロシア国内における反プーチン政権の動き、そうしたことの可能性が推測がなされても不自然ではないように見えます。ですので、これら一連の報道は今後注目していく必要があると思います。いずれにいたしましても、ロシアプーチン政権はウクライナ南部ヘルソンへのウクライナ軍の反転攻勢、ウクライナ東部でのロシア軍の進軍速度の鈍化、そしてロシアの国内の情勢など多くの課題に直面しているように見えます。そうした中、ロシアプーチン政権は今回のウクライナ侵攻に関して出口戦略を描けていないという、そうした情勢ということが見えてきていると報道されておりまして、プーチン政権は徐々に追い込まれているように見えると思います。ですので、ことここに至ってはですね、ロシアプーチン政権はこの大義も正義もないウクライナ侵攻を即時停止し、無条件でロシア軍を撤退させるということが重要だと思います。そして一日も早くウクライナに平和な日を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。